なんでだろうね、ネックレスでチャラい。もう絶対これでしょ、これだったらチャラくないでしょ別に。楽しかったよ、呼ぶせよ。ほらこれだって全くチャラくなくない。なんでネックレスでチャラいってなるんだろうね。今日チャラい設定とかもちょっとよくわかんないな。明日文化祭早くない？文化祭文化祭ってさ秋じゃない？基本そんなことないの？なんかに似てると思ったらモモンガだ。なんだよモモンガに似てるって。ピアスがチャラい、ずっとつけてるよ。指輪どこのとかネックレスどこのとかそういうのは受け付けてないっす。靴下かわいいって。どんぐりだね。明日金曜日だね。明日めっちゃ雨降るって話さっきしてたよ。もう終わった、それ一回終わった明日も撮影ですかとか、明日も仕事ですかとか、今日は何してたんですかとか、あまり探られることは言わないタイプの人間なんでね。え、夜ご飯は人参と鶏肉。つまんないから寝る。おやすみ。韓国で会おう。韓国いっぱい行ってるよ俺。待って、純くんのこと知りたいんだ。テレビはだから寝室に置いてる今のところ。どうしよっかなって、なんか家を改造しよっかなと思ってて、もう改造決まったら建てるっていうか、あれする予定。あれサングラスかけてみて。かけてもどうにもなんない。真っ黒だね。トレーニングはどんなことやってるんですか？トレーニングの重いもの持ち上げてるだけ。家なんで、家だよ。どう考えても竹雄に沼落ちしそう。え、竹雄のどこに沼落ちするの？なんで部屋暗いの？俺いつもこんぐらい明るくしない。なんでコメント読んでくれんがって。どこ出身の方ですか？このコメント見て立ってください。ちょっとそれはだるいな。韓国アーティストの推しいる？俺ちょっとあんま分かんないんだよな。これから勉強するわ。うちの猫マジ可愛いから見せたい。見たいね。じゃあお腹いっぱいな。うん、めっちゃお腹いっぱい。めっちゃ食った。お風呂入ってよ、夕方にね。
動物飼ってない。グラさんどこの、何グラさん、あグラさんね、どこのでもいいだろう。Oh my god, our boy is so good, honey. ヨーグル入るよ。え、梅雨入りってしたの？まだしてないでしょ、東京は。現場のウサギさんはなんていう名前の子ですか、朝ドラの。俺は会ってないな、ウサギさんに。今メイクしてる？してないね。ヒゲ生えてる？まあ、剃ってないね。みんななんかグラサン欲しいとか帽子欲しいとか T シャツどこのとか。最近地震が多くて怖いです。本当だよね、めちゃくちゃ多くない地震か。もうなんかそろそろでっかいのが来てもいいようにもう備えるしかないよね。怖い怖いってずっと怯えててもね、あれだからね。ヒゲどんぐらいの頻度で剃る？いや仕事がなきゃ剃らない、めんどくさい。パンケーキ一緒に食べに行かない？うん、行くのはめんどくさいかな。筋トレしたらヒゲ濃くなるって本当？そうなの？まあでもそうかもね。指輪のサイズを、俺ね、指がマジで細い、細いっていうか、なんか、全部一緒なの。これは全部一緒なのを作ったの。地震の備えとかしてますか？めっちゃしてるよ。水とか簡易トイレとか、防災のバッグとかいっぱいあるよ。フリーリング？何フリーリングって。そろそろコンタクトの度数教えてよ。どうしよっかな。コンタクトのレンズ、いやまだちょっと言えないわ。それでなんか目悪くなって、今度行った時なんか目悪くなってて、なんか目悪くなったんですねとか言われるの嫌だから。手買っちゃいたのって何？買っちゃいたって何？なんだよ、トーク力すごいですねって。これ見てトーク力すごいですねと思ったんだったらちょっとやばいっすよ先輩。プライド高いですね。すげえ言うじゃん。俺なんかプライド高いこと言った？怖くね？まあでもあれだからね、今俺がこうやって怖くねとか言っちゃうとファンの子たちが、あの、シソン君こんなに嫌がってんだからやめてくださいみたいになっちゃうけど、あの、大丈夫だよ。流せる力持ってるから。こんな感じの人なんだ。なんか最近さ、なんか初めましてでお会いする人とかにさ、なんかさ、なんかインスタライブだとすごいなんか、塩対応っていうか、なんか性格もなんかきつい感じですよねとか言われたんだけど。俺インスタライブそんなきつい？なんか普通に話してるだけなんだけどな。なんか塩ですよねみたいに言われるんだけど、
塩？そうかな、全然塩じゃないと思うよ。インスタライブをやってる時点で塩じゃないと思うでしょ。けどなんか言われるんだよね、ツンとか。なんか普段のめっちゃきつい塩対応すぎ、なんでよ。塩対応じゃないって、インスタライブやってる人はみんな塩じゃないよ、醤油だよ、みんな。本当に塩対応の人はインスタライブはやんないでしょ、絶対やってないと思うよ、みんな。なんか自分のさ、インスタライブやってるのとかさ、なんか別に記憶してないのよ、こうなんかで見るわけでもないし。でもなんかさ、それがさ、なんか TikTok とか、じゃあ YouTube とかに流れてて見た人とかから、なんか塩だねみたいな、塩？塩対応の人、寝る前にベッドでインスタライブやんなくね？グッチのイベントどうでしたか？楽しかったよ。逆にテレビの方が違和感。テレビでいいこぶってるってこと？いや違うんだよね。別にテレビはテレビで嘘ついてないし、別に普段の感じだし、普段の感じっていうか、表向き？表向きっていうの？優しすぎるイメージが強すぎてた。あ、そうなんだよね、よく言われる。なんかずっと笑ってそうみたいな。笑ってないよ普段、ずっと怒った顔してるから。俺ずっと怒った顔して生きてるから最近。あかん、全然コメント読まれへん、今日あかん、あかんな。もう寝たらええ、もう寝たらええ、そういう時は。みんな役柄の印象とか、こうあってほしいって一方的に思ってるんでしょうね。まあそうだろうね、まあ、何でもいいのよ、シワになるからやめな。そんなこと気にしたことないわ、顔触ってシワになっちゃうからやめようって。大丈夫だって。変わらないでね変わってないよ。昔はさ、インスタライブとかやってなかったか、なんかこう多分だけど、昔インスタライブやってる時はそのテレビの前みたいな感覚。いや悩んでないから、むしろ全然悩んでないから、喋ってるだけ、全然悩んでない。そうテレビみたいな感覚だけど、今はなんか友達みたいな、ダチダチみたいな感じだから。犬派ですか猫派ですか。猫かな、あ犬かな、なんで俺今猫って言ったんだ。チソンチュン誕生日いつ、調べろ。ザヤマ好きすぎた、うん、あのアンノーンっていうドラマでね、ワンシーンだけ出てきたんですよこの間。SSJ 今年やる。あーそうだね、まあもうこれぶっちゃけて話すけど、夏にやろうとしてたのよ SSJ、 けど会場が一切取れなかった。結構今年始まってすぐぐらいに夏に SSJ やるかって思って動いてたんだけどね。まあ12月にやったじゃん、ですぐやりたいなと思って動いてたんだけどね。なんかやっぱね、もう今ね、今年じゃ今から今年空いてる箱探すじゃん、空いてないのよ。だから箱作ってくんなよ、みんな箱作ってやるから。いや野外とかも多分空いてないと思う、箱がね。やっぱみんないろんな人のライブとかさ
やってるじゃん。前の会社良かったのに、うちでやる。1000人ぐらい入るなら全然お家お邪魔していいですか。泊まって、泊まるんで、泊まって朝起きてそのまま SSJ みたいな。うち1000人も入んだ。1000人って何人入るんだろうな。敷き詰めたらいけるかとか言ってなんか変なこと言っちゃったけど、いや地方でも空いてないよ。調べた調べた、調べてもらった、いや調べていただいた、調べてくださった。3歳の娘がネックレスつけててかっこいいって言ってます。ありがとうね、見る目あるね、かわいいね。ベトナムを知ってますか。もちろん知ってますよ。逆に1000人って少ないと感じてしまったけど、やっぱコロナのせい。いや違う、1000人を土日で6回やってたから6000人だよ。だから1000人で終わったら帰ってもらうんだよ。うちの地元の公民館だから許してくれないんだって。そういう公民館とかその商業的にチケットを売って商業としてやるときに多分公民館とかって許してくれないし、じゃあ例えばね、みんながいやもう本当に子孫喋んなくているだけでいいですよとかってできるんだけど、多分じゃあ例えばマイクで何かやるとか企画考えるとか、じゃあ最後こうバイバイしながら帰るとか、そういうのをやるってなると、ああそれはちょっとできないですねとか、あそれだったら1日1回しかできないですねとか、いっぱいあるのよみんな。だからね、みんな推しのライブ行くときはね、あなんかたくさん大変なことが起きてるんだなって 思ったよ思ってね。去年の12月の SSJ はほとんどいろんな全てのものに携わったから分かるけど、マジで大変だよ。いや座ってるだけでいいよって言うじゃん。じゃあひそんじゅん SSJ 座ってるだけです。喋りません。ただただその場で座ってます。1時間いくらですって言うじゃん。発表するじゃん。すっげえ批判食らうから、はみたいな。座ってるだけでこのお金取んなんてありえないみたいな。怖いね。今スマイルくださいって来たから。ピアノリサイタルとかどうですか。なんて呼べばいいって、なんだそれなんて呼べばいいってなんか学生の時なんかそういうのあったよね。なんて呼べばいいみたいな。好きに呼んでくれ。別にもう子孫中いなくても子孫中の私物だけでも行くわ。マジ子孫指パッチンできる、できる。お風呂でインスタライブして、じゃあそれさあ女性にも言えます？お風呂でインスタライブしてなんて。竹よ。そうだよ、です。まだライブ始めたばっかり。うん、もう1時間半ぐらいやってるからもうそろそろ終わりにする。韓国のエピソード聞かせてください。え、何？ご飯食べて、ご飯食べに行って、なんかね、あのショーの前日かなにショーに出るその人たち、なんて言うんだっけ、そのショーに行く人たちとご飯会みたいな、ご飯してみんなで喋って、
で、まあ、ショーをやる前は見てくれたか分かんないけど、ファッションスナップさんがこう密着してくれて、撮影しに行って、でショーやって、アフターパーティー行って、韓国で女の子に間違われなかったですか？間違われなかったです。緊張した？全く緊張することじゃなかった。全然緊張しなかった。楽しかったかな。グッチで海外のショーさ、アンバサダーやって何回も機会あったんだけど行けなくて、スケジュールが合わなくて。酔ってないよ。やっと行けた。次も行きたい。そんな感じかな。みんな入国大変やった？全然。ごめんなさい、私はね、韓国で美味しいもの食べたよ。マスカケの手相ですね、多分。正解。両手マスカケなんだ。こう見えてすごいでしょ。今度おばあちゃんとインスタライブ見たい？うん、絶対おばあちゃんやらないから。絶対やらない。もうやめなさいじゃん。消しなさいって言われる。よせよ。やっぱやっべえやつだね。何がだよ。グッチのショーの時韓国行ってたよ。同じタイミングか。猫耳かと思った。違います。そろそろ急に終わりそう。よくわかってんね。急に終わったことはないけどね、俺今まで。だからさ、サングラスかけてってさ、これかけてさ、もう何も見えないよ。それは嘘だけど。まあ次はインスタライブやるのは何ヶ月後かになるかな。ふん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 。子孫の顔が見たい。いや、顔見えてるでしょ今。何が見えてんの。定期やばってどういうこと。ジョギングは最近してない。何ヶ月後とかひどい。まあ気分でやらせてくれ。朝ドラを見ていただければ、はい、見ていただけると思うんで。手どうしたのって。何、普通だよ。あ、これ、この傷、この傷ね、1ヶ月以上前に転んだ。ふざけて転んだら痛えってなった。子孫今暇？まあわりかし暇かな。なんだろうさ、難しいんだけどさ、こう仕事ってさ、例えば今撮ってるものがそのまま出る、次の週とかに流れるのが連ドラじゃん。けどじゃあ今年の12月にあるネットフリックスの優位白書とかめちゃ前に撮ってたの。だからその優位白書撮ってる時とかはさ、みんなさ、なんか子孫何も出てないよね最近みたいな。
のがあるから。でもそういう幽遊白書みたいな大きい作品のいい役みたいな出るべきか、じゃあそういう連ドラでとか、すぐこう撮ったものが撮って出しで見てもらうのかってやっぱ難しいよね。みんながどっちを求めてるね、あのおでを応援してくれてるみんながどっちを求めてるか分かんないけど、両方良さがあるじゃん多分。パッと見れる良さもある。ああ志尊くん今これやってんだなみたいな。で今も朝ドラ忙しいでしょって言うけど、朝ドラ去年の10月からやってるからね。だから今年の朝ドラ放送始まるまでは志尊何もしてないじゃんみたいな感じだったでしょ。だからおでんはやりたいことやるよ。けどまあなんかそのたくさんいっぱいやって、うわめっちゃ出てるね忙しいそうだねっていうことよりも、一個一個にしっかり時間作ってやりたいのが強いから、まあ待っててくださいよ。でおで的に、あおで最近全然あのないなーって、みんながおでを見れるタイミングがないなーと思ったら、おでこうやってインスタダイブとかしてるでしょちゃんとやるから、そこはおではお歌は歌いません。おでは絶対もう歌は歌いません。おで待っててちょんまげ、これ言わされたからね今みんな頼むね。おでって何、おでそんな感じだな。で今何してるって見りゃ分かるだろ。志尊さんを親戚と思って見守ってます。親戚だったので、待っててちょんまげは俺の言葉じゃないからねマジで。血管を見せてください。出てなくない、血管見てどうすんの、血管だって。受験応援してほしいです、頑張れよ。2月でしょ。でも飲み行くか。でも雨降るからやだ。いやブルベか、なんだブルベ。なんでそんな優しいの、怖いよ、積んでいてって何、俺そんな何もしてないでしょ。インドア派、そうやな、最近はインドアかな。髪どうなってる、見えるでしょ、長いよね今ちょっと。もう2時間ぐらいやったよね。俺待ち受けにしたいかポーズ決めてください。優しいな今日の俺。はい終わり。ドライブ行ってる、ドライブ行ってるって、ドライブ行こうって言ってドライブはしないな。けどじゃあ例えばジム行こうって言ったら車で行くしみたいな。じゅんちゃんアイス食べたい、買ってきなさい。
そんな優しくないって、やめとけって。いやもっとやり、いやもそうね、まあ、久しぶりのインスタライブだし、まああと2時間4時間ぐらいやろうと思ってんだけど、なんかしてほしいこととかある？例えばさ、あのルームツアーしてほしいなとかっていうことだったら全然するよ。今からやる？ルームツアーしたいでしょ？もうちょっともう特別ね、もう今日このインスタライブ見てる人特別にやるから、で切らないって、別に切らないで、これからルームツアーやりますと、もう間取り見せます、もう今日初めて、間取り見せたいと思います。見たいの？どうなの？もうみんなが見たいなら別にやるけど、切らないって別に、切らないって。じゃあルームツアーするか。いやまあとりあえずね、ここまでインスタライブ見てくれた人ありがとうね。ここまでもうみんなもう寝てね、全然みんなもう寝ていいから。まあでもこっからそのルームツアーに付き合ってくれる人だけ、あのじゃあルームツアーしよう。まずあのうちんちなんだけど、まずこのあの見てほしいのが、そこに枝豆が落ちてるところ。